アサジ飛行場とは、北海道宗谷軍サルフツ村に、かつて存在した、軍用飛行場。第1と第2飛行場がある。地名は、アサジのとも表記される。太平洋戦争当時、対ソビエト、千島、カムチャツカ防衛を目的とした陸軍の専用飛行場として建設された。サルフツ村の南端アサの地区から浜トンベツ町に、 かけての浅地の大地に第一飛行場が建設され、そこから3 0トル北のサルフツ村浜、鬼西別に第二飛行場が建設された。1944年の工事完成には、約3年の歳月を費やしたが、ほどなくして日本は終戦を迎えたため、ほとんど使用実績がないままその役目を終えている。現在、第一飛行場の大部分は牧草地となり、 旧 j r 店北線飛行場前駅や滑走路脇の延滞後跡が確認できるのみである。第2飛行場は旧滑走道端に現在道の駅サルフツ公園が建っており滑走路部分も損営牧場となっている。旧店北線飛行場前駅跡1942年6月頃陸軍航空本部仙台出張所の直轄工事が発注され現地に 陸軍航空本部経理部朝治屋工事本部事務所を設置。1943年1月に陸軍は第一飛行士団を再編成し、北部軍配下に組み入れた。2月には北方軍に改編され、4月に士団より将校2名、軍属校員13名、兵隊5名が派遣され、建設の指揮に当たっている。工事の試工業者には鉄道工業が当たった。 発注金額536万円。第一飛行場の主要滑走路は、板敷き都市予定地の木材を伐採製材して材料とした。他に2本の転圧滑走路が予定されていたが、後期短縮のため工事途中で放棄されている。板敷き滑走路の完成は43年秋、飛行場全体の完成は44年秋と思われる。 第2飛行場は1943年5月に予定地が決定し、同じく鉄道工業が受け負った。12月に陸軍省が浜尾西別原野214番地の33ヘクタールを買収、44年7月までに滑走路の転圧を終えて一応の完成を見ている。この間、陸軍参謀本部では北東方面航空作戦準備促進要望の 県を発令し、工事の早期完工を促している。工事にあたっては、受注した鉄道工業から旭川市の丹の組に土木工事全般が下請けされ、川口組は付帯施設の建築工事を担当した。川口組の下請けには、稚内市の坂本建設、本田建設、松本組、坂本組などの業者が関わった。鉄道工業、丹の組。 川口組は、共に、後期の速さで知られていた。また、宇都宮刑務所の囚人も、弊社建築に動員されていた。他に、学徒勤労法師、地域住民の勤労報告隊などが動員され、工事に当たったと記録にある。学徒勤労法師には測量のため日本、大学工学部の学生、旭川工業学校の生徒などが動員された。朝ジ屋、 第一飛行場、朝さの第二飛行場、ありがとうございます。